中川博隆の絵本読み聞かせやっしょ。お殿様遊園地に行く。中川博隆作、田中六代絵。ここはお城の天守閣。お殿様と三太夫が外を見ていると、ブル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 と大きな音が聞こえてきました。なんじゃあれは。あれはヘリコプターというものでございます。あれが小豚？小豚が空を飛ぶものか。小豚ではございません。ヘリコプターという飛行機の一種でございます。変な飛行機じゃんな。するとヘリコプターのお尻からパラパラパラとたくさんの紙切れが出てきました。紙切れは風に乗り、空を舞って地上に落ちていきました。そのうちの一枚がお殿様の目の前にふわり。なんじゃこれは。チラシですな。お寿司か。お寿司ではございません。広告といってみんなにお知らせするものでございます。何のお知らせじゃ。ふむふむ、近くに遊園地が今日オープンするんだそうです。遊園地オープン？なんじゃそれは。遊園地というのは楽しいことがいろいろある公園ですな。そこが今日から始まるんだそうです。それは面白そうじゃないか。行こうよ三太夫。まあそうおっしゃるんじゃないかと思っていました。なに、このチラシを持っていくと今日に限りタダで入れるそうです。おお、それはいい。で、遊園地はどこにあるのじゃ。ああ、観覧車があるようです。観覧車を探しましょう。観覧車？大きな水車みたいなものです。大きな水車というとあれか三太夫。おお、殿、そうでございます。あれが観覧車でございます。あい、三太夫。あれ、殿。声の方を見るとお殿様が庭から手を振っています。殿、相変わらず早っ。二人が遊園地に着くと、もうすでにたくさんの人が並んでいました。もうこんなに人がいるよ。皆さん楽しみにしていたのでしょうな。その時高らかにラッパのファンファーレが鳴って門が開きました。係の人がニコニコと出迎えてくれています。二人もみんなの後から入っていきました。さあどっちに行こうか三太夫。どちらにいたしましょう。まずは観覧車じゃないの。そうですよね。そりゃ観覧車ですよね。どうしたの三太夫、あんまり乗り気じゃないの。そんなことは。怖いんじゃな。まあ高いところはちょっと。あ、そうか、飛行機に乗った時も怖がっておったものな。もうたくさんの人が観覧車の入り口に並んでいます。並ぶんじゃな。そうですな。なんかドキドキしてきたぞ。そうですな。なんかワクワクしてきたぞ。そうですな。あれ三太夫、震えてんじゃない。武者震いでございます。大丈夫だよ、これは空を飛ぶわけじゃないんだから。まあそうなんでございますが。そんな話をしている間に順番がやってきました。さあ お入りくださいと三太夫がお殿様に言いました。あ、わしだけ乗せようとして自分は乗らないつもりじゃな。それはずるいよ。ほれ三太夫からじゃ。とほほほほ、二人は乗り込みました。狭いの。狭いですな。少し揺れるな。少し揺れますな。あ、動いた。あ、動きましたな。観覧車はゆっくり登っていきます。あー、どんどん登ってるよ三太夫、見てごらん。遠くにお城が見えました。そうだ、今度三太夫がここからお城にいるわしに向かって手を振るっていうのをやってみようよ。良いアイディアですな。でも私は逆を希望します。そうなの。そう言いながら隣のゴンドラを見ると若いカップルが仲良く楽しそうにお話ししています。仲睦まじいことよの。ああ、これはそのような乗り物でもございます。じゃああの二人をもっと喜ばせてやろう。
お殿様はガラスに張り付いておかしな顔をしてみせました。殿、そのようなことおやめください。二人とも困っているじゃないですか。そう？喜んでない？おかしいな。おかしいのは殿の方です。とそこに一羽のカラスが飛んできてお殿様のゴンドラに止まりました。うわ、カラス、あっち行け。いくら言ってもカラスは知らんぷり。では私にお任せください。三太夫はそう言うと大きな声で歌い始めました。カラス、なぜ泣くの？カラスは山に。それはそれは、とんでもなく調子の外れた歌で、お殿様は耳を押さえながら目を回して、そこにへたり込んでしまいました。勘弁してくれ、三太夫。それでも三太夫はなおも歌い続けています。すると、カラスは顔をしかめて向こうに飛んでいってしまいました。どうです、私の歌は。まいった、ものすごいね三太夫。はい、私が歌うとハエ一匹近寄ってきたことはありません。あ、そうだと思うよ。そうこうしている間にお殿様たちのゴンドラが地上に着きました。係の人が扉を開けるとお殿様が床にへたり込んでいます。お客様、どうなさいました？大丈夫ですか？ごめん、こやつがものすごい歌を聞かせるもんだからこんなになっちゃってね。お殿様はフラフラになりながら観覧車を降りました。